というわけで最終日の朝を迎えました。めちゃめちゃ今暑いんですけど、ちょっといいホテルに、下田ホテルっていう結構いいホテルにお邪魔してます。でこっからちょっと見えるその瀬戸大橋の景色がすごいんで、ちょっとこれ見てください。じゃん、あれが瀬戸大橋で、こっちが岡山で、あっちが四国になってて、それ結んでる橋ですね。めっちゃ綺麗なんですよね。で今日の流れとしては、まず、瀬戸大橋のちょっと動画を撮って、でそこから黒滝っていう有馬温泉の近くの結構有名な滝に行って、でそこから有馬温泉に浸かって、で白ひげ神社っていうちょっと夕日が綺麗なところに行く予定です。それでは行きましょう。というわけで多道浦公園に着きました。多道浦公園、じゃん、これが瀬戸大橋です。近い。うわ、めっちゃ綺麗ここ、やばい、いいよ。この星の上で、じゃあ早速ちょっとここでドローン飛ばしていきたいと思います。というわけで多道浦公園で、ドローンの撮影終わったので、次は黒滝に、倉敷はここか、有馬の黒滝に向かいたいと思います。行きましょう。というわけで黒滝にやってきました。見てくださいこの景色、めっちゃ綺麗です。では早速先に入っていきたいと思います。行きましょう。というわけで今有馬温泉に浸かったので、今から白ひげ神社っていう滋賀県のちょっと夕日の綺麗な神社に向かいたいんですけど、ちょっと時間がやばいんでぶっ飛ばしていきます。行きましょう。